秋山匠は、香川県出身のプロ野球選手。宇藤左打。阪神タイガース所属。父親とした、キャッチボールがきっかけで3歳から野球を始める。小学校入学と同時に、今津スポーツ少年団に所属。小学3年生の5月に、父親の仕事の都合で、愛媛県西条市に転居、西条リトルリーグに所属し、全国大会への出場も果たす。 その後、西条南中時代には、西条リトルシニアに所属、3年時にシニア、日本代表として世界大会に出場した。西条高校に進学すると、1年生秋から4番を打ち、2年生春からエースとなる。2年生秋の周期四国大会では、自身の投打にわたる活躍で優勝し、翌春の第81回選抜大会に出場。この時は、 初戦で敗退したが、夏の愛媛県大会を制して出場した第91回選手権大会では、初戦突破を果たした。高校通算48本塁打を記録したほどの強打者で、イオゴジラとも呼ばれており、近日中に西条と対戦する予定がある高校では、練習において秋山対策をしていたほどだった。2009年のプロ野球ドラフト会議で、 阪神タイガースから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は27。2010年8月21日の対、読売ジャイアンツ戦に、先発投手として一軍デビュー。阪神の高卒新人投手による先発での1、軍発登板は2000年の岡本工事以来で、巨人戦では初めてであったが、 6回4失点という内容で敗戦投手になった。しかし、次に先発で登板した8月28日の対東京ヤクルトスワローズ戦では5回を1失点でしのいで1軍公式戦初勝利を挙げた。阪神の高卒新人投手が1軍公式戦で勝利投手になった事例は1986年の東山昭治以来24年ぶりだった。 9月12日の対ヤクルト戦では、村中京平から7回裏に、左前敵自打を記録し、阪神の高卒新人投手としては、演算以来の無支球完封勝利を挙げた。セントラルリーグの高卒新人投手による完封勝利は1989年の川崎健治、老以来21年ぶりで、無支球完封勝利は1988年の野村。 広き以来二22年ぶり7人目の快挙だった。一軍公式戦には全7試合に先発登板し4勝3敗、防御率3.35という成績でシーズンを終えた。一軍公式戦で2勝以上を記録した阪神の高卒新人投手は演算以来3人目で右腕投手としては初めてであった。2011年育成を優先する首脳陣の方針に加えて 首を故障した影響で、シーズンの大半を二軍で過ごした。九月に一軍へ昇格すると、九月二十八日と十月四日の、タイヤクルト戦に先発で登板したが、通算で0勝1敗に終わった。シーズン終了後の十一月には、チームメイトの海雄平、荒木育也と共に、オーストラリアンベースボールリーグのキャンベラキャバルリーへ、派遣。先発投手として、 リーグ戦4試合に登板すると、通算22イニングで13被安打、14死9、16奪三振、3次席点、ホイップ1.05を記録するとともに、1勝0敗、防御率1.23という成績を残した。防御率については、派遣期間を終えて帰国するまでリーグのトップに立っていた。2012年、一軍公式戦2試合の登板で、1勝1敗を記録。 しかし、通算防御率が9.00に達するほど、投球内容が不安定で、いずれの試合後もすぐに出場選手登録を抹消された。2013年、ウエスタンリーグの公式戦では、チームメイトの白、新田博ズとリーグ防御率のトップを争うほど、好調。結局、防御率勝利数勝率の3部門で、リーグ2位になった。 一軍でもシーズン初登板、初先発になった4月29日の対、広島東洋カープ戦で6回途中まで1失点と、高騰したことを皮切りに、チーム事情に応じて先発登板の機会を得た。しかし、勝負どころで踏ん張り切れずに交代を命じられた挙句、勝利投手にならないまま翌日に出場選手登録を抹消されるという事態が続いた。 通算では8試合に登板したものの、0勝3敗、防御率3.83という成績にとどまった。2014年、ウエスタンリーグの公式戦では、20試合の登板で9勝7敗を記録したほか、6月20日の対広島戦において、福井優也から2点本塁打を打った。最多勝利のタイトルを飯田優也、東浜巨と分け合い、投球回数と奪三振数が、 いずれもリングトップ、防御率がリーグ3位であった。しかし一軍公式戦では3試合の登板で0勝1敗、防御率20.25に終わった。シーズン終了後の11月11日に甲子園球場で模様された日本プロ野球80周年記念試合では、阪神、巨人連合チームの4番手投手として6回表に登板。当番 MLB オールスターチーム打線を相手に1イニングを投げたが唯一の被安打であるサルバドールペレスからのソロ本塁打で1失点を喫した。2015年1軍でのシーズン初登板であった7月9日の対中日ドラゴンズ戦で先発投手として6回2失点。8月13日の同カードでも先発で7回1失点と高騰したが、 いずれも味方のリードを守れずに降板したため、自身3年ぶりの一軍公式戦勝利には至らなかった。結局、一軍公式戦では3試合に登板。0勝1敗、防御率4.240という成績でシーズンを終えた。2016年、公式戦の開幕を2軍で迎えたが、ウエスタンリーグ公式戦では、夏場に通算22イニング無失点を記録するなど好調を維持。 山田大輝と同じ9勝で2年ぶりに最多勝利のタイトルを獲得し、防御率でも山田に次ぐリーグ2位という好成績を残した。救援要員として8月中旬から1軍に昇格すると1軍公式戦で高投を続けた後に9月から先発要員へ復帰。復帰2試合目であった9月16日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では6回途中1。 失点という内容で一軍でのシーズン初勝利を挙げた。秋山が一軍の公式戦で勝利投手になったのは2012年6月30日の対ヤクルト戦以来1539日ぶりだった。この勝利でシーズンを終えると11月17日には翌2017年シーズンから背番号46に変更することが球団から発表された。2017年 開幕から1軍の先発ローテーションに入ると4月12日の対 DNA 戦で1軍でのシーズン初勝利その後の先発登板でも相次いでクオリティスタートを達成25歳最後の日であった4月25日に甲子園でも要された同カードでは1回表に1点を先制された直後から7回表終了まで19打者を連続アウトに仕留めるなど8回に 3を投げて1失点に抑えたが0から1のスコアで敗戦。しかし、5月16日の対中日戦では、1軍公式戦自己最多の12三振を奪いながら、1失点に抑えて9回関東勝利を収めた。秋山にとっては、入団1年目の対ヤクルト戦、以来7年ぶり2度目、阪神の投手としては、レギュラーシーズン35試合目で、初めての関東勝利であった。 8月18日の対中日戦では、伊藤一敷からプロ初本塁打を打って、自身を援護し、2桁勝利に到達した。9月14日の読売ジャイアンツ戦では、菅野智之と3度目の投げ合いで6回無失点、勝ち投手を逃したものの、投球回数が143回1、3に達し自身初の規定投球回に到達した。 最終的には25試合に登板し159回と、1、3を投げ12勝6敗、防御率2.99を記録。投球回数と勝利数は共にチームトップとなった。また、規定投球回数に達した投手の中で、両リーグ最小の16ヨシ9を記録し、ヨシ9率1.24、K、BB は7.69を記録した。2020年、 登録抹消されることはあったもののシーズンのほとんどを一軍の先発ローテーションとして過ごし、規定投球回未到達ながら、チーム2位の112回を投げて3年ぶり2度目の2桁勝利となるチームトップタイの11勝を挙げ、防御率2.89、勝率786を記録した。同年は広島とヤクルト相手には共に4勝0敗、 対広島戦の防御率は1.45と、好相性だった。持ち味の制球面では予試を12に抑えたが、一方で非本塁打は、リーグ2位の17本を記録した。高い制球力を備え、平均球速約時速 140km、最速時速 150km のストレートとカットボールを軸に、シュート、縦のカーブ、フォークボールも混ぜる投球スタイル。不調時は、 カットボールに頼っていたが、シュートとストレートを主体に組み立てる投球も見せている。前述のように、高校時代は打者としての評価も高かったが、2年生の冬に腰を痛めてからは打撃が振るわず、本人が投手にこだわったことから、投手として阪神へ入団した。プロ入り後の投手としての結果が出ない時期には、周囲から野手への転向を進められていた。実際に投手としては、 高い打率を残している。趣味は釣りと買い物。好きな言葉は剣道従来。アッキャマンという呼び名があり、小学3年に転校したことで、それまで身長が高く、カッチャマンと呼ばれていた生徒の身長を秋山が超えたことで、今度は秋山がアッキャマンと呼ばれるようになったことが由来である。ありがとうございます。